はい、皆さんご無沙汰しております。旅ソンチャンネルの旅ソンの本人です。今回は、またやりますが、北海道で、これ実はね、北海道の方なんですが、札幌と新千歳空港を結ぶ、リニア構想ですかね。これについて話していこうかなと思います。実はリニア構想がね、昔あったんですよ。今、自然消滅したのかなと思いますが、とりあえずちょっと話していこうかなと思います。札幌、新千歳、これ、僕よくわかんなかったんで、一直線にヒュッて書きました。所要時間はね、距離は41キロです。短いですね。長崎、武雄温泉が長く感じるレベルです。多分リニアだと10分ぐらいで着けちゃうでしょうと。バグですよね。とりあえず私としては、新千歳で終わらせてますが、もしかすると苫小牧まで伸ばしてもいいのかなと思います。で、苫小牧札幌間が所要時間なんと多分15分で着けます。今まで多分1時間はかからなかったかな。でもそれでも1時間ぐらい、普通列車で1時間、特急で40何分だと思いますが、それがね、3分の1までね、抑えられるかなと思うんですけど、ぱっと見ね、もしかするともっと早くなるかもしれませんけど、こんな感じね、札幌新千歳、そういうのを伸ばしてもいいんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとこれ、割と今最近、北海道の情勢結構変わってまして、現在ね、人口が、札幌州知事とは言いますけど、実はなんかそうでもないと。厳密に言うと、札幌都市圏の集中がね、ひどいという感じですね。前回、ずいぶん前に言いました、旭川延伸。これについても、いろいろと皆さんからね、いろいろと、否定的な意見が多かったかな。否定的な意見が多かった気がしますが、実はね、札幌、北海道の人口って札幌、旭川、函館の、実はその次、苫小牧なんですね。昔は札幌、旭川、函館か、札幌、函館、旭川だったかちょっと分かりませんが、とにかくそうで、その次、釧路だったんですよ。で、今、釧路市って人口相当減ってまして、今、第6位ぐらいまで落下してるんですね。で、第5位が帯広。で、今、第4位が苫小牧です。もしかするともっと情勢変わって、釧路もっと下がる可能性あります。で、今釧路の人口は10何万って感じですけど、それはいいや。だからちょっとね、例の旭川市についても釧路とか方面にはちょっと難色を示したわけなんですが、だから人口減ってるらしいってことはね、実はもう5年ぐらい前からうち知ってまして、あの時5年前の時は4位ぐらいだったなというね、印象で、そのまま脳みそ変化せず、実は釧路行ったことなんですけど、いろいろとね、釧路の話聞いて、実は人口減ってんだなと、相当というね。で、いろいろとね、いろんなチャンネルさん、最近になっていろんなチャンネルさん見て、札幌都市圏のどうのこうのとか、JR 北海積んでますとか、積んでますっていう題名じゃなかったかな。で、よくね、いろいろとありましたし、実際のところはねってありますから。でもさ、北海道道民からすると、たぶん10万人って大都市って見えますけど、大体大都会、東京とか関西圏とかね、関東圏とかすると、都会には入らないのかなと。都会に入るか入らないかぐらいです。普通の今、中途半端な都市っていうぐらいになるんですけど、そういえ、でも苫小牧のね、飛躍ぶりはね、相当すごいと思いますし、いつか20万人ぐらいは行くかなと思います。札幌がバグですね。札幌はね、200万ぐらいいますけど、およそ200万いかなかったぐらいまで行きましたけどね。今、196万人ということですけど。でも、苫小牧もちょっとね、注意しがたい情勢ですね。旭川はね、35万ですから、結構、30万ぐらいだったかな。すごいですけど、ここの苫小牧はその半分の十何万ですけど、もしかすると延伸する価値もあったと思います。あと、シンプルに北海道の玄関口、現状は新千歳空港なんで、延伸してもいいんじゃないかと。リニアを作っちゃった、それ単独でリニア作っちゃってもいいんじゃねって思うんですよね。で、なぜ直通にしなかったかと。わざと普通のね、新幹線にしなかったかというと、そうしたところで、潰し合いが始まるんですね。北海道新幹線の役割っていうのは、東京から、札幌を結んでます。東北新幹線含め、東京札幌間ですけど、途中ね、仙台とか、そういう都市も通りますから、そこからのいわゆる利用客もありますし、東京からの利用客もあるはずです。ある程度、多少はね。でも、それの潰し合いになりますから、同じ区間ね、東京、札幌って、飛行機いっぱい飛んでるわけですし、新千歳ね。あと、他にも、多分、仙台、新千歳とか、
他の都市間もあるはずですので、まあ潰し合いになると、わざとリニアとして、まあ別の路線として作った方がいいんじゃないかと思います。ですがね、多分わざわざこれ作る必要はないのかなと私は逆に思ってます。理由としては現在千歳線があるはずなんですよ。で千歳線ってここと中腹線になってるほど線路容量が大きめなんですけど、まあなんか最近混んでると言えど、まあ私的には最善の策としては今の JR 北海道の情勢を見まして、多分新規にこういうリニアモーターカーの構想とか立てたところで、持たないことは見えるんですよ。でリニアって相当技術がかかりますし、実際にリニア建設であんなに、時間かかってるわけですよ。まあ大体トンネルが原因と言われてますけど、でも新しい技術ですし、割と時間を、新しいって言っても相当古い前からね、まあ、ありますけど、でもそれでも時間かかっちゃってると、そういうことで私は思うんですが、リニア構想、まあリニアいいんですけど、私としては、札幌からの、新千歳のこのね空港、並びに実は新千歳から今度スルーできるように開業するらしいんですけど、新千歳からね、そのまま直接ね、苫小牧方に抜けれる線路になるらしいんで、いつかね、まあ、私はそっちの方に期待してまして、でまた新千歳空港と南千歳間の複線化、そこも必要なんだと当時思いますし、まあ、難しいんだろうけど、まあそれはやる必要はあるのかと。あと、列車の両数を増やすとか、6両から8両とか、にしたりとか、あと黒シートの座席をロングシート化すると、一部ロングシート、まあセミクロスでもいいです、最悪でも。まあ関東の列車を含め、九州の、福岡都市圏の、列車、最近の関東の近郊電車も全部ロングになってきてます。E235 系の1000番台、横須賀線の新型車両ですが、あれもロングシートです。ボックスシートは E217 系とかまで、はそうだったんですけど、235系以降はロング。で、なんだ、多分将来東海道線の車両も全部ロングになるんじゃないかなと。あの路線結構混んでますから。ロングシート化されると思います。両数伸ばさないんですよ、もう。唯一伸ばした中央線ぐらいで、あれはちょっと、例外なんですけど、中央線はもう元々からあれ全部ロングシートです。まあ、201系とか、それ以前の車両も、まあ、近郊型っていうと通勤型になるのか、ちょっといまいちわかりづらいですけど。でも一応、どこ開閉ボタンがあるから、近郊型かな、ちょっとわかんないですか。まあ、ロングシートでございます。まあ、福岡都市圏もそうですね。まあ、そういうわけですよ。まあ、あと福岡とかもロングシート化されてますし、名古屋市内も、名古屋のね、JR 東海の車両も315系になってからどんどんロング化されてるらしいんでね、ロングシートが。まあ、関西がちょっと例外的なんですよね。あそこまだ、そういう車両とかね、207系、321系って、まあ、各駅停車はそういうのがありますけど、快速とか、新快速とかにはそういうのないんでね。長距離走るね、列車ほどなんかそういうのはね、まあ、黒シート化されてることが多いですけど、でもまあ関西はそういう、まあ、その情勢のまんまって感じですけどね。まあ、そういう感じです。まあ、札幌新千歳のこれは多分、座席にしてもちょっと、ちいものだと思います。もしリニアになるとしたら。多分全部指定席ぐらいしかなくて、割とね、簡素なね、座席。リクライニングとかもちろんしません、そんなね。多分そういう機能もない、感じです。だし、京成スカイライナーより時間短縮すごいですからね、多分。だし、5分ぐらいで消えちゃうんじゃないですかね。もしかし、苫小牧7分で行けるとか、そんな未来あるのかもしれません。でも途中道中、これ見ますとね、割と、こういう道中も、途中あれですね、トンネル突っ込んだりとかあるかもしれませんけど、北広島付近でね、伊庭とか千歳とか通りますけど、駅作れてもね、これ途中駅作れないんですよ、もう、リニアって確か。結構ね、長い距離間をね、加速していきますから、多分最大でもこれぐらいしかできない。じゃあ案外ね、札幌からこうね、北広島に庭ってなんか、山越えってことではないんですけど、こういうね、この上野幌だったっけ、上野幌ね。この辺北広島とかね、エスコンフィールド付近なんかちょっと高原ってか、まあそんなになんか山ってことではないんだろうと思いますけど、その辺とかありますか。まあどうなんでしょうね。まあ、わざわざリニア作るほどの距離感ではないと思うんですけどね。今の新か、快速エアポート、並びに、特別快速エアポート、並びに区間快速エアポートの、ね、車両の、速度を上げるとか、まあ、そういういろいろと本数増やすとか、そういうぐらいしかね、したくないと思うんですけどね、もう。以上です。今回はまあちょっとね、手短な動画でございましたが、今回もね、ご視聴いただきありがとうございました。
チャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かったなと思いましたら高評価もよろしくお願いいたします。まあ10分程度の動画でございましたが、ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお待ちしております。